さあネクストステージへやってきました。他のところに行ってね、例のサーチ機能を使っていろいろと集めてきたんですが、まだ足りてないのもありますね。さて行きましょうか。生まれ変わった私の姿、そこも動画にしろよって。2周目要素です。お楽しみに。ここにあんのかよみたいなの結構ありましたね。おっとスクリュースクリュー、こっちも怪しいと思ったけど特に何もないですね。スクリュースクリュー、怖えな。スクリュースクリュー、こういう時に役に立つのが、というかあれだよね、ロックマンって風の武器って基本的に強くないですか。うおすぐ湧く。そう、上の敵に対して強いっていうのは交差点ですよ。ほんと湧くの早いよな。さて一発入ったか。今度はホイールでどうだい。削るぜ。いいね、いい削りっぷり。こんにちは。いいね、うし。専用武器を使いこなして、ここで脅す。 OK、とてもいい感じですね。これはどうしたもんか。ほう、よしよしよし。まあ意外とシンプルなギミックですこと。足とかもないしね。ただここら辺は気をつけた方がいいな。よしと、やばいぞこれ。あっこれ結構やばいな。さあやり直しだ。さあ意外と早く戻ってきた。これな、上にへばり続けることができればまあ問題はないんですが、これどうすっかな。あれしんどいよね。足が怖いよね。ビビるな。 OK、どうしろと。おお、そういうことか。ダメージ覚悟で乗り続けます。うっかりトゲに刺さる方が収支的には圧倒的マイナスであれば、ここ回復ポイントと見ましたね。そうでもねえかな。どないせえと。そうか、ここ、これ前提なの。そういうことか。あっなんで戻ったの。なんで戻ったの。なるほど、あいつに引っかかって突っ込んでけってことを要求してるわけか。怖えよな。ほらよ、ダメか。ほらよ、よし。また先が見えない。恐ろしいことをする。なんかえらく元気にぶっ放してますけど、ここはホイールの出番だな。あまりにも恐ろしすぎて近づけない。いけ、ポロポロポロ。オッケー、やるね。ではボスなわけですが、弱点もわからんので、まあ例によって普通のダブルチャージで戦っていきましょう。あん？なんだこれ。おい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 、なんだよこれ。ちょっと待て、こいつはクレイジーだぜこれ。やばいな、多分くっそ強えぞこれ。わかんわ。やるねー。あれをどうやってこう流していくかを考えなきゃいけない。ステージからやり直しです。こういうのはあれでしょう、ぶっ壊してやればいいんでしょ。あれでも本体にダメージ与えてなんぼだろうからな。そういう意味では難しいんだが、まずはこの爆弾っぽいやつからいきましょうか。刺さればさぞ痛いだろうよ。打ち尽くせ。何笑ってんねん。
おお、ガチやん。エクス用は。ちょっと待って。思ったより。マジかよ。あ、でもあいつの弱点じゃないっぽいぞ。さて、じゃああとはこれを、ああ、縦に、これ交互か。次は斜めに割れるぞ。そういうことね。でもあいつに弾当てるのクソめんどくせえんだけど。なあ、むしろ強くなってないか。ちょこまかと、じいさん血圧上がるぞ。これさすがに余裕あるな。お、これはギガクラッシュ。くっそ弱い。泣きそうなぐらい弱い。お、効かないね。ちょっと待って、体力が何気にやべえんだよな。せめて弱点見つけて帰りたかったがね。これな、壊してからこいつをどう捉えるかが問題になりますね。なるほど、程よく残した方がいいのか。いやでも壊さないとダメージは通らんしな。さて、ではリベンジといきましょうか。よし、じゃあとりあえずあれ壊しますか。ほらよ、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 いっちゃがり。あそこに立ったらまず直撃するからな。避けることに集中しますか、まずは。と言っても当たるんだがな、これ結構。避けることはまだできても、やばいぞ、これ。どうしよっか。あれをスムーズに捉えられない。非常にもどかしい。お、ミッケ、これか。しかも上からなら申し分なく当てられるわけだ。あばよと言いたいところだが、粘るな。怖えよ。弱点見つけてマサラタウンにさよならバイバイかな、今回は。いや、粘りたい。よっしゃ、ギリギリだったな。やるね。わしはここで滅びるのか。はい。ライトの忘れがたみのロボットにまた敗北するとは無念じゃ。ん？また？ワイリーに、なあ、ワイリーカプセルのそれに似てなくはないけど、それを匂わせてるね。知り合いなのかな。まあいいです。なかなか強かったぜ。この弱点武器が見つからなかったら延々苦労してた。比較的当てやすい武器に設定してくれてるのは優しさですね、これ、カプコンの。ふぅ。なかなか強敵だった。次は真ん中のナスビか。行きましょう。さあ、よろしく。サブタンクマックスにした方がいいんだが、なかなか貯めれないんだよな。だから貯めやすい場所があったら貯めますがね。貯めれるならね、僕もね、貯めたいとは思ってるんだよね。でもそうそううまくいかねえんだよな。ほらね、なんだかんだちょっとダメージ受けちゃうね。よし、ここいい場所だな。ここでちょっと貯めますか。よし、でもちょっと量が少なすぎる。
くせず行こうぜ。ほう。よし。あれどうやって取るか。これもしかして引き寄せることもできる？どうする？クリスタル？違う。バブル？違う。ボム？違う。ホイール？違う。ソニー？違う。これチャージしたら吸い寄せられるようにならないぜ。すげえ取りたいんだけどな、あれ。チェーンチェーン。ちょっと待って、ちょっと待って。レスキュー。いっぱいくれたけど、こういう時に一旦サーチしてみる。ちょっとやばいやばい、逃げよう。命の危険を感じましたね、今。よし。残機は一つある。ほう。なるほど。そうやって、いい感じに誘導しろってことなのか。今のは練習ということですね。ってことは、あれを使わないといけないような本番があるということか。回復アイテムに興味はあるが。では。ほう。なるほど。時計回りですね。必須じゃなかったらいいんだけどな。必須かもな。必須じゃないならあんな移動手段使わないよ。安定しなさそうだからね。出たよ。いるか。いるっぽいね。では行きましょう。うー、怖えんだよこの移動手段。おっかないよね。よし、なんとかここまで運びましたよ。よし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 。パズルだな、こうしてみると。ふう。これでここまであるから一旦乗って、ああゆっくりすぎたな。結構シビアじゃねこれ。よし、時に気をつけろよ。警戒しろ。信用してないからな私は。ロックマンってそういうゲームだと。上にトゲがありました。おいおいおい、1名様限定とか聞いてねえぜ。あの上に何があったんだろうな。よし、おっかねえな。怖えよ、生首みっけ。よし、何か発見。取りたいね。練習します。 OK。 よし、生首の回収にする。いい傾向ですよ。すごい勢い飛んでくるんだなこいつ。しかもこいつあれだ、あ、無限に、おおお、よっしゃ、ここで稼がせてもらうぜ。いいね。さあ進みましょう。随分と稼がせてもらった。またこういうことする。よし、ほんとこれ前提なのかなっていう。よし、こんにちは。まあラッシングバーナーがあればなんとかなるんでしょうけど。よーし、貯めていきます。
あーん、またトゲだよ。あーん、思ってたのと違う。なんやあれ。おい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 、ちょっと待て、あれはやばいだろ。どうやって攻めたもんかわからんぞ、こんなの。やばくね、こいつ。攻め方が全くわからないぞ。どうしよう。サブタンクはあるんじゃが、あそこに届く武器、マグネット、入った。普通に入ってるだけか。横からなら入るってことか。壁蹴って横から撃てと。普通に横からならいけそうですね。どうした。なるほど、理解はしてないけど分かってきた。どっちで。なるほど、じゃあ横からチャージショットをぶち込んでいきましょうか。まあそれだけで勝てそうではあります。横から撃つんだな。であれか、床を発生させたら電撃が来るぞ。でも本体に当たらないように注意ですね。なるほど、どうやったら安定して避けられるかな。結構早いタイミングで来ますね。床が来たと思ったらもう次来ますよ。うん、これノーダメージ結構でも理解したら意外と、おーおーおー、あ、意外と避けれるな。でこうやってこうと。なるほどね、なんか上達を実感するボスですここ。ほら来いよ来いよ。でこうやって避けて、で、ああ無理でした。あいつの位置を確認しなきゃいけないね。よし、でもなんか気がついたらこいつ死にかけてんだよな。はい。まさかこんなはずでは。シグマ様、どうか我々の仇を。右のデザインがどうやったらああなるんだ。というかさ、こいつらの、もしかしてこれ第二形態的な？そう、ロックマンゼロもそんな感じなんですけど、そういう感じなのかもしれん。けど最初のやつはそのままだから、まあええわ。ネタさえ分かってしまえばという感じでしょうか。さあ、次行きましょうか。いよいよこのゲームも佳境では。